ブラックスペーズはニューヨークで活動していたアフリカ系アメリカ人ストリートギャング。ギャングは1968年にブロンクスのサウンドビュー地区にあるブロンクスデールハウスでサベージセブンとして誕生した。ギャングが成長するにつれブラックスペーズと改名した。ブラックスペードが正式に結成されたのはサウンドビューのモリソンアベニューにあるジュニアハイスクール123だった。 当初は10代のストリート組織だったが、5%ネーションや、マルコム、ネーション・オブ・イスラムの教えを守り、ブラック・パンサー等や、ウェザー・アンダーグラウンド・オーガニゼーションの影響を受けた。ネーション・オブ・イスラムのメンバーである、初代リーダーのデビッド・ブロキントンの指導のもと、人種差別や偏見に対抗するために組織された。第一世代のブラック・スペードは、ブロンクス・レール・ハウスを、犯罪や、ドラッグディーラー、 ヘロイン中毒者の増加から守り、取り締まっていた。ギャングは芝叩く間に、近隣の住宅地やブロンクス全域に広がり、ギャングの生活に音楽サブカルチャーが生まれた。ブラックスペーズは、4アベニューのピースミーティングにも参加していた。ブラックスペードには、クラソンポイントの住宅や、IS131 中学校で始まった、女性部門も存在した。 1970年代初頭、ブラックスペーズは人数が増え、メンバーは本来の目的を見失い始めた。ブラックスペーズと若いメンバーは暴力的になり、他の部門物話になっていた。デビット・ブロキントンはこのような方向性を嫌って会長を辞任。その後、文句が新たにブラックスペードの最高責任者となり、 本格的なストリートギャングとなった。1980年代から90年代以降、ブラックスペースの影響力は徐々に低下し、ブラッツなどに勢力を奪われた。LA スタイルのクリップスやブラッツと異なり、黒人政治組織の戦闘服やバイカーに影響を受け、ギャングパッチがついたデニムベストなどを着用していた。アフリカバンバータは、有名なヒップホップ DJ になる前は、 ブラックスペースの幹部だった。彼は1973年11月12日にズールネーションを結成し、何人かのメンバーが彼に続いた。ヒップホップ音楽の初期のパイオニアであるクール DJ ハークは、ブラックスペードを含むギャングがヒップホップシーンをスタートさせたと考えている。ありがとうございます。